クライストロンとはマイクロ波用真空管の一種。マイクロ波の増幅に用いられる電子管である。速度変調管とも呼ばれるクライストロンという名称は浜辺で歯が砕けるという意味のギリシア語クライソから付けられた。増幅、発信ともに可能な直進系クライストロンと発信専用の反射系クライストロンがある。通常のクライストロンでは 直流から高周波への変換効率は60から70%あたりまでで電子ビームの余剰運動エネルギーはコレクターで熱に変換される。直進系クライストロンは空洞共振器を複数個を直列につなぐ構造で複数の共振器の間で速度変調と密度変調を繰り返すことによってマイクロ波を発生させ大きな出力を取り出せる。 増幅器としては進行破綻よりも周波数帯域幅が狭い。反射型クライストロンは空洞共振機を単独で使い、一つの共振機を高周波電場の入力と出力として同時に用いて反射電極で電子を逆光させて共振によるマイクロ波を発生させる。クライストロンに先立ち、1935年にドイツの A、アーソン・ジューア・ハイルとオスカー・ハイルによって 速度変調の概念が考案され、同軸線形速度変調発信艦という発信艦が開発された。イギリスのスタンダードテレホンケーブル社のマンチェスターとエディンバラ間の通信回線用装置の極部発信艦として実用化された。反射型クライストロンとは異なり、ビームは直進してコレクターに入り、その間に2つの間劇を通過し、 この二つの間劇が一つの空洞共振器に結合されて半結合が行われ発信する。小型で動作電圧が比較的低電圧の割に出力が大きいが中速時間やビーム電圧による電子同調などの問題があり反射型クライストロンの性能向上により使用されなくなった。高周波電圧を使用して電子を加速するときに閉じた空洞が 共振機としてうまく動作することが判明してできた。ありがとうございます。